を愛し、緑を愛し、地球を愛するとある一家の物語。今日の主人公はエコタケエコタ。エコタケ一家の長男である。ある日、エコタは山のほとりにある湖で釣りを楽しんでおりました。釣りって釣りってた、あ、間違ったキャラ。釣りって釣りって楽しいね。すると湖に何かが落ちる音が聞こえます。あれ、何の音だろう。エコタは急いで現場に向かいました。すると一人の男が次から次へと湖に何かを落としているではありませんか。あ、不法投棄だ。エコタは茂みに隠れると、その様子をスマホで録画することにしました。しばらくすると、今度は辺りが霞がかってくるではありませんか。怖いな怖いな、なんか嫌な予感するな。すると突然、湖の中から一人の女性が現れたではありませんか。私は湖の先生、あなたが今落としたのは、この神秘で光り輝く薄型永久精霊かしら。普通であれば精霊の出現に腰を抜かすところですが、これは架空の物語。男とエコタのノーリアクションには目をつぶってちょうだい。続けます。男は答えました。あ、それです、それです、それですわ。それこそ私が落としたテレビですわ。えらいすんまへんでした。お黙れ、この嘘つきめ。あなたが落としたのは、この電気が入ったブラウン管テレビだったのでは。精霊班、どうしてそれを。あなたのような嘘つき許すことはできませんよ。よって、あなたが落としたすべての家電をもう戻しませんよ。激おこせになる。精霊は湖の中に戻ろうとしました。すると、ちょっと待った。出ました、エコタのちょっと待ったコール。精霊さん、戻らないで。おいおじさん、平気な顔して精霊さんを騙すんじゃないよ。何食わぬ顔で人の弱点ついてきてさ。人じゃないけども、確かに物語上では嘘をついたら斧は没収されることになってるけど、これは現実。おじさんがやってることはただの不法投棄そのものじゃないか。うるせえ坊主、邪魔すんだね。もうちょっとでリサイクルではちょろまかすことができたのによ。おい坊主、このまま無傷で帰れると思うなよ。えい、いてなんとでも言うがいいさ。でもね、おじさん、今の様子全部このスマホに収めたからね。もう言い逃れはできないんだよ。なんだか。精霊さんも精霊さんだよ。何自分の住処に不法投棄を許してんだよ。でもだって嘘は捨てたものを返さない決まりになっているから。マニュアル人間か。もう少しさ、臨機応変での学習した方がいいよ。正直者がバカを見る世界なんてまっぴらごめんだよ。エコタはその後精霊に1時間くらい説教を食らわせました。男はその間、エコタに言われた通り捨てた家電を回収し、リサイクル料をしっかり払って家電処分終了。これにて一件、あ、声間違えた。これにて一件落着。数日後、エコタは例の動画をネットにアップ。精霊の姿を世界で初めて捉えた映像はもちろんバズり。結局エコタは銀座の一等地に精霊御殿を建てられるほどボロ儲けしたそうな。めでたしめでたし。